教育系 VTuber だってよ。いいポジショニングじゃん。よっしゃ、このまんまのポジションでいこうぜ。よし。NHK をぶっ倒す。霊長類のガキンチョども、こんにちは。さあみんな、僕の名前を言ってみろ。そうだ、名前ついてないじゃねえかよ。お前もう2回目なんだから、そういうところ詰めないとさ。 SNS とかで名前、この動画は同種にしか出会わないことで自らが動物であることを忘れてしまった人間たちに動物の素晴らしさを思い出してもらい、実際に動物園へ足を運んでもらおうという趣旨の動画です。チャンネル登録するなって言ったのに登録したお前ら、本当にありがとうございます。さあ、日本の動物園を紹介して回る企画、日本動物園機構ってのを思いついたんで、そのまんまやるよ。で、今回紹介するのは神戸動物王国。ケモミニ王国じゃねえぞ。神戸動物王国は2006年に全天候型テーマパーク神戸花鳥園として開園、2014年に神戸動物王国としてリニューアルされました。多数の展示植物が配置された温室などで数多くの動物たちが放し飼いになっており、直接触れ合ったり餌を与えたりすることができます。本当は全箇所全動物の紹介をしたいんだけど、予算と時間の都合で1日しか取材できなかったんで、楽しかったところエリアごとにかいつまんで紹介するよ。入り口をまっすぐ抜けたところにある施設がペリカンラグーンです。四方をガラスハウスに囲まれた中庭に様々な種類の鳥が放し飼いにされています。池には桃色ペリカン、コブハクチョウ、オシドリなどが泳ぎ、黒エリセイタカシギなどがのびのびと水浴びをしています。さあ、そして君に会いたかったハシビロコウさん。現在神戸動物王国では2羽のハシビロコウが飼育されており、彼らの出勤時間によって交代で外に出ているようです。出勤していない片方はハシビロコウ用の小屋の中に待機しているので、特徴的な頭やくちばしなどじっくりと観察することができます。あ、カメラ目線ありがとうございます。あとついでに言うと、ハシビロコーヒーってのが売店で売ってるから、みんな絶対飲んでくれよな。なんで飲む前に写真撮らねえんだよ。そして東側にはフェネックやサーバルキャット、ケープハイラックスたちの展示場があります。ケープハイラックス、モルモットのような顔をしている小動物ですが、実はゾウ目やジュゴン目と類縁関係にある不思議な動物です。ちょっと待ってくださいよ、アレリーさん、その登場方法は危険ですよ。いやね、ゾウの仲間とは言っても鼻も長くないし、一体どこが類縁なんですか。今から彼が証拠を見せてくれるみたいですよ。ほう、証拠。ここです。彼らは足の裏側にひづめに似た平爪と呼ばれる爪を持っており、それが足底の全体を地面につける像と同じ構造になっていることなどから、象に近い有袋類だということが立証されています。なるほど、顔は違えど体は象だと有袋類なんちゃって。ペリカンラグーンを抜けて北へ向かうとアクアバレーへたどり着きます。アクアバレーでは柵など仕切りがない環境下でカピバラやマーラと触れ合ったり餌やりを体験することができます。そして冬季にはカピバラが温泉に浸かる姿を見ることもできます。
ピバラに触った子供たちの第一声ベスト3、イエーイ。第3位、硬い。第2位、痛い。第1位、ほうきの先っぽみたい。まあ実際触ってみたらわかりますんで、皆さんご体験ください。アクアバレーを西へ抜けるとジャングルパークがあります。熱帯の密林をイメージしたこのパークでは、周りを熱帯植物で囲んでおり、騎乗ではナマケモノがのんびりと過ごしています。またコモンマーモセットが自由に動き回っていたり、ミナミコアリクイが頭上を通り過ぎてゆく姿を見ることもできます。また運が良ければ飼育員さんと共にパークを散歩するミナミコアリクイを見ることもできます。どっかのミナミコアリクイ好きの人が喜びそうですね。ちなみに散歩の理由は運動不足気味だからだそうです。ミナミコアリクイは地上で生活するオオアリクイと違い、地上を素早く走ることができないため、このカギ爪や尻尾をうまく利用して木に登り、一日の生活のほとんどを木の上で過ごしています。あと木の上に住んでるといえば怠け者ですけど、あれどこ行った？あ、これか。怠け者さん、それ水飲めてるんですかね。怠け者の一日の食事量は約7から10グラムのため、水分補給に関してもこのぐらいでちょうどいいのかもしれません。そのため16世紀頃のヨーロッパではほとんど食事をしない彼らを風を栄養にして生きている動物と紹介してしまったそうです。園内の動物たちと触れ合うときは必ず飼育員さんの指示や掲示物の注意に従いましょう。動物たちの中には無造作に触れられることを好まない個体もいます。また園内は動物たちが歩き回っているため、足元によく注意し、走り回ったりして彼らを驚かせたり傷つけないように気をつけてください。油断して距離感なんか間違えちゃうとね。ああ、お姉さん危ないですよそれ。撮影の際は周りのお客さんに気を配りましょう。動物園は家族連れや子供が優先です。必要な撮影が終わったらその場所を譲ってあげましょう。あと眠ってる動物の前で寝てるからつまらないっていう人いますけど、あれ実は飼育員さんが愛情を込めて育てて徐々に人間に慣れさせてくれたから見ることができる行動なんですよ。だから絶対ガラス窓を叩いて起こしたりなんかしないでね。20〜30年生きてるけどまだ人間に慣れてないアデリーペンギンとの約束だっぺ。ジャングルゾーンをさらに西へ向かうと熱帯の湿地ゾーンがあります。このゾーンではスナドリネコの展示のほか、ブラジルバク、ジーベンラック長首ガメ、さらにはピラニアなど水辺に集まる生き物が展示されています。スナドリネコ、スナドリとはリオ、スナドルから来ており、野生下ではカエルや魚介類を捕食します。ネコ科にしては珍しく、爪を引っ込めることができないなどの特徴があります。あとスナドリネコってあんまり黄色くないんだねとか、ラッコと仲良くなさそうだねとか思ってる、そこのあなた。さてはね、味噌汁だな。あ、なんかね、あいつが最近残業が多くって編集する時間がないとか言い訳ぶっこいてるんで、今回は前編で一旦終わりだそうです。ってことで余った時間でイラストの紹介コーナーやっちゃうぞ。さあ、じゃあ紹介していきましょうね。まず1枚目は黒猫スヤさんからのイラスト。全裸だもん。 R18 だよねこりゃ。
もうしかしまあみんなからこうやって全裸の姿を見られてると思うとすっごく興奮するよね。さあ続いては溝口さんからいただいたジフアニメ。嬉しいですね、この脇から開始っていう、もう僕が考えたパクリ要素の一切ないオリジナルの超面白いギャグなんですけども、まあこれ絶対今後流行るので皆さんよく覚えておくように。 GB 素材そして最後はサンデージェネックスで現在さばけっぱなしを連載中の坂崎フレディ先生からいただいたイラスト。嬉しいな、嬉しいのでお返しに宣伝するよ。坂崎フレディ先生のさばけっぱなしが読めるのはサンデージェネックスだけ。もう一丁いくぞ。おっぱいの大きい女の子たちがエアガンをぶっ放す漫画が読めるのはサンデージェネックスだけ。ブラックラグーンでライブインのいやらしい死に肉が見れるのもサンデージェネックスだけ。終わりのギリギリまで宣伝するぞ。出版業界の闇やら編集部とのいざこざを描いた島本和彦先生の考察漫画リアルボイロペンが読めたのもサンデージェネックスだけ。あ、あとこうなるの